こうやってカシャーンとこうなるんですけど、はい、どうもお酒んねる大地です。今回ですね、もう6月間近ということですね。今日は31度まで気温があるということで、もう夏ですね。また今日はキャンプをしようと思うんですけど、今回のキャンプのテーマは新しいものを3つ持ってきました。まず1つこちら車ですね。車、新しい車ラブ4でございます。でもう2つ目は焚き火台を新しくしましたので、こちらまた紹介したいと思います。そして3つ目、これまた小物なんですけれども、商品提供いただいたボルボーさんから商品提供いただいたエアダスターですね。こちらキャンプで使えるんじゃないかということでですね、エアダスターもキャンプでどのくらい使えるのかっていうのも検証したいと思います。はい、そしてエアダスター気になったらですね、概要欄に書いてありますので、ぜひチェックをしてみてください。よっしゃいます。それでは今回もキャンプやっていこう。汗だくになるところでしたわ。はい、こんな感じで今日はハーミットシェルターパッカーンしてキャンプしていこうと思います。でね、ちょっと焚き火台とかいろいろセットする前に一本飲みましょう。あー、このパッキンが気持ちいい。うっ、よっしゃ、ケピしよう。変な人が紛れ込んでおります。では声得たからからに、乾杯！乾杯！乾杯！あー、うめえ。あー、よし。ウィンドダスター。で、なんとこの焚き火台ですね、こちらがこのこうやってカシャーンとこうなるんですけど、これがなんとこのここにシンデレラフィットするわけなんですよ。すごないです？はまるんですね。で、このロストル、こいつ入れる。ハイステ、これはこっちからでも入るし、こっちからでも入るんですよ。気持ち外側の方がいいかなと思います。ごとく、どこでもこうはまるごとく。なんでここで調理ができるってわけですね。焚き火しながら、このオービルのテーブルと合わせたかった理由があるんですよ。ご覧ください、こちらオービルのこのアタッチメントを使えば、こんな感じでここに下に手元に届くところにこう薪が置いてられるんですよ。この二次燃焼焚き火台、ケムビルさん IGT 企画の二次燃焼焚き火台と、こちらオービルのガーデンテーブル、むちゃくちゃ相性がいいと思いました。これは素晴らしい焚き火台ですね。ちょっと新しいコンパクトなギアをですね、ちょっとご提供いただきまして、コルボーと読むんですかね、コルボーさんからエアーマックス A1 ジェットファンですね。これエアダスターですね。こちらをちょっとキャンプで使えるんじゃないかということで、お試しで使わせていただいております。なのでせっかくなんでこれを紹介していきたいと思います。今日はですね、こんな両手ちょうど手のひらと同じぐらいのサイズですね。で、この箱を開けていくと、お、かっこいい、ちょっと高級感ある箱ですね。で、これ開けますと、じゃん、あ、説明書ですね。で、中国語と英語ですね。なんで僕は英語の方で読みたいと思います。あ、ありました、日本語バージョンありました。しっかり日本人の方でも大丈夫です。ちゃんと使い方が書いてあります。で、こちらですね、付属品が、多分こちら充電器。こちら。口が細くなる。あれですね、空気入れとか、あとはエアベッド。浮き輪とかにもこう空気が入れられるやつと、こちら本体ですね。本体めちゃくちゃちっちゃいですけど。いや、超どっしり。重た。結構高級感あるような感じですね。これで強さをですね、弱いから強いでつけて、こちらが多分電源だと思います。緑のランプがついたら電源がオン。で、
あ、ここで無段階調整ですね。そんなキャンプでこの数いるかっていうぐらい強いわ。わ、分かりますよ。アタッチメントは、こんな感じでつけて、あ、こういう焚き火台の掃除とか使えそうですね。いいですね。こちら車の、よく鹿児島だとですね、あの灰が降るんですよ。なので灰をバーッと飛ばしたりとか、そういうのにも使えそうですね。車の掃除とかにも使えそうです。こちらキャンプ仲間が使った七輪なんですけど、これの灰掃除とか多分一番強くて、いきます。いや、いいっすわ。こういうちっちゃな灰とかですね、本来だったらあのちゃんと灰はですね、あの取らないといけないんですけれども、あの管理人さんに許可をもらってますんで飛ばしたいと思います。うん、綺麗になること間違いなしですね。かっこいい。かっこよすぎだろ。嘘だろ。めちゃくちゃかっこいいじゃないか。しかも場所もちょうどいい。しかもこれ、こうやってライトもつくんですよね。また夜試そうと思うんですけど、火起こしですね。火起こしの皮膚規模をよく使うんですけど、それも片手でそーっと簡単な火力まで調整できるので、まあ、すごく使い勝手いいんじゃないかなと思っております。キャンプの中のタバコを消したりもできるんですよね、これで。やめえ。またこちらですね、まあ、いろんなシーンで使っていこうと思います。ニューパイントグラス、タップトゥタップ、ピンク、これも緑、ラベ。足も悪かったばっか。何ですか？はい、こちら作ったフェザースティック、こちらでこの乳炊きみたい火入れしていきたいと思います。よいしょ。あ、やば、大事なテーブルに水こぼしちゃった。そんな時でも大丈夫。
この1本あれば問題なし。でこちらごとく、わーい、おはようございます。あ、ネギとか海苔がこぼれてる。こんな時はこいつ、エアダスターヤマックスぴょんぴょん飲んでいく。鉄板で焼いたヤクルト。熱いっす。なんか置きましょうか。めっちゃ熱いっすよ。なんかあれ熱っす。うん、キャンプアウトしてどうなん。この通り。あ、ね、スケキヨ、スケキヨ、第1回お金をかけちゃダメ、捕まっちゃうよ、安全にやりましょう、モルク大会。イエーイ。レートはピー大人がこれだけ気合い入れてるってことは。でチームはこちら、しないしない組、しないイケメンチームと、しがいイケメンチームです。おお、でも10点、まあまあまあ、プレッシャーの弱いシャフで。プレッシャーの弱いシャフで。いただきます。あ、よし。バス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 。あ、25だ。自爆系。やったー。あざす。じゃあ、よし。すみません。チャレンジですか。よし。あ、負けました。よいしょ。ま。か。じゃあ。おはようございます。おいしいね。おいしい。ごちそうさまです。焼くときでいい。まだ焼いてなかった。おかしそう、いいですか。ありがとうございます。あ、ちょっと食べたらソースないですか。知らないよ。なんでよ。顔じゃないですか。もらっていいですか。あ、うまっ。桃の方を重視したいんだけど。あ、重視、重視と重視、今かぶせ、あれしたんですか、かけたんですか。まさか、そんな高騰高騰技術は。さすがにないかな。キャピース。キャピース。えいっす。そう。乾杯。乾杯やね。あいつだと、いや、もう勝ち負けっす。もう一回最初。最初はグー、じゃんけんポン。はい、これでしょ。何分？
いいものマットです。今もう夜寝る前なんですけれども、じゃあ今からマットを膨らますっていう時にこいつがあればすぐ膨らむんですよ。このアタッチメントつけて膨らましていきたいと思います。つまんか。おーい。いやすごい、ちゃんと寝れそう。浮いてるな。ちゃんと浮いてるでしょ。でね、これ横になってもいい、うん、なギシュギシュって音がしないの。うん、根元ね、ギシュギシュって音がするの。こっちしない。前髪が上がるんで出すからさ、行こうか。これですか。ライトがあるのも地味にいいっすよね。あ、これさえある。じゃあ皆様おやすみなさい。あざした。